かった。あれ、あ、あれ、ジェイコかな、何だったの。すごく素早くて、それにハンターの人もまるでそのまあその目、ね、目の周りメイクしてないっぽかったから、はい、ジェイコか。描いてくれる。何を。襲ってきたものを描けない。なるほど、描けるか。無理やろ、あんなもん気が動転しててさ。いやーニック、ニック、生きてたけど。奴らに何をされたんだ。何を。錯乱してる。あのハンターは。そう、そうだ、人がいた。でも他の何かも獣みたいな。え、獣って。いや違う、俺は男しか見てない。ニックを連れて行こうとしてたんだ。大柄で何か起こっていた。僕、アビは。ああ大丈夫、アビは無事だ。大きな爪と牙がのしかかってきた。クマだと思う。週2回の対象。本当にクマだったらペシャンコだ。この辺にクマはいないだろう。厳しいな。おいおい、なんだこれ。黒くなってる。バイキンだよこれ。広がってる。うわー、グロ。下手すると。いやー、圧迫はした方がいいんじゃない。ごめん。パワー。落ち着け、大丈夫。痛い。大丈夫、触れるだけで、触れるだけで感染とかないような。感染が広がる前に切り落とさなきゃ。え、いやでも、いやでもマジで、マジで切り落とさなあかんと思うねんな、これマジで。でも拒否、いやこれマジで切り落とさなあかんと思うけど、あんな太ももから行ったら死ぬやろ、さすがに。さすがに。あ、こっちよ。これでさ、足切り落として死んだら殺人になるんじゃない？うん。いや、もうこれはもう、さすがにその処置は無理。やろう。内案拒否。なんでそんなこと。だってその黒いの見なよ。どうすればいいんだ。俺が医者に見える。よく覚えてないの。何を見たかも。まさか。いや無理やろ。うわ、こわ、結構うまいことかけてる。いやいや、ジェイコブやって、ジェイコブ呼びかけよう。ここは、おい、もしくはエーマ。エーマはでも違うか。銃があるんだ、出てこい。ライアン、ジェイコブかエーマかも。うんうん、そうじゃなかったな。あ、気をつけて。ん、ん、いや、撃てへんな。何でもない。敵が見えへん。リボーかもしれん、もしかしたら。行ったかな。うせやがれ。言うじゃない。よし。ああ。じゃあ、ロッジに戻るべきじゃないかな。おっと、なんか光ってる。これ多分ウリ棒やと思うねんな。待て待て待て、撃つな撃つな。でっかいウリ棒。助けに来たんだ。アンツ一丁で。なんてこった。ニック、大丈夫か。こうなったらなったで、エマがやばい。二人を襲われたの。森で、
おい、服はないか。凍えそうだ。バッグは全部車よ。そうだったな。エマはどこ？エマはどこでいいか。ジェイコブ、エマは？しまった。なんてこった。置いてきちまった。すぐ戻るって言って島に一人で。みんなで行こう。ちょっと。島ってあの？なんで？いや、ただ誰かいたのよ。やばい。誰か。それは分かんない。気のせいかも。一人きりなんだぞ。一人きりにしたんや。まずはロッジに行きましょう。お前がそれってイチゴジャムじゃないよな。焦りすぎてよ。まあしゃあないけど。ああ、これはそのマジモンの血だ。物騒な男が嫌がってさ。ま、話せば長くなるんだけど。うえ。まあ最悪だったぜ。青だけでええんや。行かないと。なんでなの。おい、待てよ。なあ、貸してくれ。外はやばいんだ。おい、ニックとアビがいるんだぞ。だけどエマだって一人で放っておけないだろ。心配しすぎなんじゃないのか。自分の心配をしやがれ。怒らせたいのか。自分の彼女を守りたいんだよ、バカ野郎。もう君の彼女じゃないだろ。いやもう、もめんな、もう、危ない。これ、話さんかったら暴発しそう。ああ、話すか、危ないな。こんなとこの誤射で偉いことになったら。嘘、やめてよ。避けます、さすがに。ストップ。本当にやばい状況だってのに、二人して何やってんの。これはダメ。怪我している二人を守らなきゃでしょ。ヤバいやつもいるし。うん、ないや。悪い。その二人仲悪いな。守ってあげて。島にいるなら無事なはずだから。またあの変態筋肉野郎に出くわせってか。いいや、ジップラインのそばにボートがあったはずだ。なくてもあそこから島まで行けるしな。ロッジに戻って助けを呼ぶわよ。いや、やべえ。ニックは歩けないし。いい考えがある。あー、猫来るわ。さて、今夜のまとめね。エマか。おお、いいですね。じゃあ、謎なぞ。親指が2本あって、真っ暗な島で一人ぼっち。これなんだ。親指が2本。答えはバカ。一本ね、使えるのは。何言ってんの、どういうこと。 OK。 そして勇敢な女の子は不気味な無人島に一人取り残されてしまいましたとさ。めっちゃ危ないぞ。とりあえずぶっちゃけるとね、置いてかれちゃったわけ。この変な孤島に泳いで戻れよ。撮影以外やることもない状態で。服着ろ。あそこにツリーハウスがあるから行ってみますか。素敵な景色が楽しめるかもしれないし。まあ正直、みんなのとこへは戻りたくないし、戻りたくても戻れないし。だって彼の方が先に逃げ出したのに追いかけてたら超うざい女みたいじゃない。ああもうごめん、愚痴ばっかで。愚痴愚痴探検つまんない。もういい。ツリーハウス探検隊出発。すげえなあ。エッチですね。良いと思います。ちょっと戻って、ここは別にライトつけてなくてもええやろ。当たるや。おっと、ジェイコブなの。なんで消えんねん。やっぱ戻ったらなんかあったか。お、魔術師やった。
このタロットは別に見んでいいや。どうせあのおばあちゃんが呼んでくれるしな。いいですね。でもなんか不思議とその服着てて、あのおへそが見えてるのもそれはそれで非常にいいんですね。不思議なもんやな。圧倒的に下着姿の方がええやんって思いがちやけど、いやまあそれはそうやねんけど。よいしょ。これが何かは見ての通り。使ったことないけど私にはちょっとワイルドすぎ。何しといて。これ今更だけど出したものはどこに行くんだろう。うわやめてよ。湖に行くかもって。うん、何も見なかったことにして先に進みますか。イエイイエイ。なんやかんやでべっぴんさんやで。さてここはミーティングスペース。みんなで集まってほらウェイって、うん、滑ってる自覚はあるんだけれど何事にもほら限界があるじゃない。見たまんますぎねえ。分かってよ。おらんでええやん。どうしてもその転んだらただじゃ起きたくないんや。階段すぐ上り、うわびっくりした。採石場の掘り残しで湖ができた時に自然に戻った場所なの。登りたくなりがちやけど。素敵でしょ。子供の頃はプールに浮かぶエアベッドみたいに島は水に浮かんでると思ってたのよね。でも今は大人だからわかる。全部が見かけ通りじゃないってね。例えばひと夏の燃えるような恋の相手が実は超子供っぽいやつで、私が付き合ってくださいってラブレターを書かないからいじけてたりって何の話。まあ何でもいいか。っていうかなんで私が釈明しなきゃなの。あっちが勝手にわめいてるだけなのに。そんな動画あげんの。見てすごい偶然だって。ほら別れ道最高。さてどうしようかな。文字通り上に行くべき。それで忘れるの。それとも今の道を歩き続けて不幸な人生を愚痴り続ける。まあみんなの意見も聞けないし自分次第ね。うーわーなんかおった。後ろなんかおったぞ今。下ルートを行こうかと思ったんやけど分岐っぽい言い方されたからこれは上かもな。そして今俺の頭によぎったのは塔のカード。飛び降りるのも一つの手だよ。上ルートを行って何かピンチになった時飛び降りることでピンチを脱出できるのではないか。というわけで上に行きます。よし、やっぱ目指すは上よね。この遊歩道素朴な雰囲気で懐かしくない。それも当然指にトゲが刺さった子が泣きわめいちゃってそれを抜くのに奮闘したとこだもん。そんなのばっかりよ。もちろんその子は無事だったけどあれね、死に至らぬ傷は成長の糧となる。死に至らぬ傷は成長の糧となる。ニックは成長すんのかな。ギリギリ生きてるけど。感染が進んで化け物になってもそれ成長って言うんかな。この高いとこは高いとこで怖いですよ。まあ、さっさと行くか。
綺麗な景色やけどな。下着姿じゃなけりゃな。さあ見えてきた。古いけど、てか本当にオンボロよね。でもあそこから眺める景色は最高よ。ジップラインもあるし、私の大はしゃぎを見せてあげられるかもね。せっかくだし、今この時を思いっきり楽しんでやるわ。まずは行くわよ。話すこともいっぱいあるし。苛立ちか同情的。アビーが無事だといいけど、まあまあ一人の時ぐらいええやつで俺。アビーは無事かな。走って行っちゃったし、まあそれも私がニックとあんなことしたから。でもゲームだし、ビッチとかじゃないから。アビーはね、ニックが好き。で、人もそんなことまで両思いなの。言うなよ。それでちょっと煽りたくなっちゃったの。だって中学生みたいにお互いモジモジしてるんだもん。悪いことしたかな。でも二人なら大丈夫。きっと今頃静かな森の中でイチャイチャしてるわね。気にかけてんねん片方。びっくりした。すごいこっち見た。不器用なんやこいつはな。てかみんなそうやな。ジップライン。一回ジップラインをチラ見しといて。こっからあそこまでちょっとしたショートカットやな。大半の人はジップラインがある方を見たいと思うからこのルートあっち行くよな。そうじゃないこっち側の方にこそ重大な重要な情報が隠されていると思うよね。違うんだなそれが。ほんまにすぐ騙されるんやから君たちは。窓からいつでも入れそう。到着。言った通りとんでもなくオンボロだけど結構立派なツリーハウスでしょ。別の世界線ではジェイコブと私がここでおままごとをしてたりして。あ、アコンや。ただいま。なんだって？子供を寝かしつける？それは君が得意だろ。怖ぁ。さ、中へどうぞ。銃がない。これぞサマーキャンプって感じよね。誰かが片付け忘れてたみたいね。子供たちが忘れたか、リーダーの誰かのかな。でも見たことないわね。声聞こえた。洗濯しないとね。他人の持ち物を盗み見るか、それとも不気味な落とし戸を開け苦痛に満ちた死に直面するか。正解はないわよ。いいなこいつ。すごいな。怖すぎるやろこんな状況。あのスターで見た映像でやっぱ銃みたいなの持ってたから、とにかくそれを手に入れなあかんわ。あ、そう、バッグだわ。となれば服を着る。これ一択よ。服を着てしまうのは残念ですけど、あんまり下着姿でうろうろされるとな。収益化できへんから。おお、スタンがゲット。さてと、上に何かあるっぽいわね。びっくりして飛び上がるようなものじゃないことは確かだと思うけど。マジで引くん？すごないこいつ。さらば残酷な世界。幕は下り、アンコールに応える暇もなし。うわ、もろや。
クマ撃退スプレー。あ、そんなん持ってたか。クマ撃。うわ、怖っ。ジップライン、次です、ジップライン。やべえ。落ちた。はい。なんでここで連打させるんかわからんけど。どうすんねん、こっから。どこに逃げんねん。人間っぽいな。スプレーってもうないかな。え、スプレーまだある？もうない？あ、効いてる効いてる。スプレー効くね。ん、でもどうする。そうか、こうやって閉めて、で落としとくから。横の窓ガラ空きやって。これ落としろ落としろ。上上がった、上がるべきか。どっちや。ドアをさ、落としと、落としと。塔から飛び降りのも一つの手。よいしょ。違う、落としとって上に上がるってことか。怖え。そんな大した重りじゃないけど。見た映像とだいぶちゃうな。大丈夫かこれ。ゆっくり。ああ、心配ない。スプレーで正解やったんかな、スタンガンじゃなくて。痛い？うん。だけど、お腹が減ってて。食べ物を探してくるから。ごめん。うん、最高。いくらでも食べられそうだ。あ、そんなにたくさんはないと思うけど、シリアルくらいなら。うん、シリアルはちょっと。力、ストレングス。のことかと思った。ドア開けるのに力がいるんかと思った。これは医務室の鍵さ、いろいろあるはずだ。あったね、痛み止めとか。消毒できるものがあればいいけど。あ、食べ物を探すわ。俺たちは電話を探そう。うん、ハケットさんのオフィスにあるんじゃ。ああ、すぐ戻る。了解。慎重に言っとくか。二人を襲ったやつが何にせよ大丈夫かな、匂いとかそういうの。え？いや、そいつが血の匂いをたどって追ってきたりしないかなって。どうかな。うん、あるかもよ。一緒にいたら俺たちも格好の獲物なんじゃないかな。森で二人を襲ったやつがロッジまで入ってくるってことはさすがにないだろう。まあそうか。うん、そうだよな。いや、行こう。助けを呼ばないと。おい、こんなに静かだと変な感じだ。キャンプの間、夜に来たことはないのか。君はあるわけ？うん、何度かな。アイアン、頼りない。うわぁ、この声、前も電話で聞いた。おい、どこへ？いや、その名前を呼ばれたような。ヴィラン、おかしいかな。空耳だろ。ヴィランっていう声が聞こえるっていうのはよくわからへん。ニックの怪我は意外と軽いんじゃ。なことないやろ。警戒や警戒。わからないよ。ケイトリンが言ってたんだ。だってさ、俺たちは専門家じゃないんだよ。わかるわけないって、狂犬病の可能性だって。いい方に考えろよ。現実化なんでね。
助けを呼ぼう。どこにかける？ライアンが希望を失いつつある。ハケットさん、番号を聞いてないんだ。それなら911は？911か？90ってなんだよ。いや、ほら。何？それはともかくとして、何を頼めばいい？警察か？救急車か？はあ、何今の911って。具体的に話すべき。え？よう分からんけど、でも警察もな。そっか、ここの警察もおかしいもんな。ちょっと、ちんしょう。要は、救急車に来てほしいんだから、助けてってだけ言えばいいんじゃない？じゃあ、警察です、どうしましたかって聞かれたら、助けてください。友人は熊に襲われて、いや、熊ではないかもしれないけど、牙を持った動物であることは間違いなくて、何匹いるかとか、どれだけ頭がいいかとかは分かりませんが、今にも襲ってくる可能性があるから、もうそれでいい、それでいい。救急車をたくさんよこしてくださいって言えばいいのか、うん、それでいいよ。そんな感じで。100点や。分かった。100点満点どころか、120点だ。どうしたの？ダメだ。どうした？あ？なんや？変だな。変だな。いきなり通じなくなることもあるさ。警察に連絡しようって瞬間にかい？偶然だよ。どういうことや？ガチャガチャってやってみたら？え？これ。どうなるんだ？さあ、映画とかで電話が通じないとこうやって連打してるだろ。映画じゃないぞ。へえ、どうしてわかるんだよ。こっそり撮影されてないとも限らないじゃん。ダメだ、こいつは通じないみたいだ。あれ、ほんまに切れたんか。このキャンプで他に固定電話は？あの放送室みたいなとこは電話じゃないけど。ん？小屋に古い無線放送の機材があるんだ。うん。アナウンスに使ってたやつか。俺セレクトのサマーソングを流したりね。あとキャンプ参加者への連絡事項とか。古い機材だけど、あれをいじれば外にメッセージを届けられるんじゃないかな。わかった、よし、行って外に連絡できないかやってみよう。それ戻しとけよ。え、いるやろ。で、行ってる。しばらくも。いや、これは持っとかんと危ないやろ。本気で言ってる？身を守るものを持たずに出歩けって。というか、安全のためだ。自分で自分の目を打つって。頭かも。ひどいな、そんなことしないって。おっと。これ、天気のせいかな。天気ね。冷静やな、こいつ。じゃあ、そうだな、クマかも。クマ、なんで何でもクマのせいにするわけ？百歩譲ってだよ。クマが電話線を切り、今度は電線も切ったとして、そのクマが廊下で俺たちを待ち構えてたらどうするつもりだよ。確かに。どうも。銃は持てた。ケイトリンに無線小屋へ行くと言っておいた方がいい。ああ、そうだね、行こう。ライト付きや。おいおいなあ、それはケイトリンに渡したらどうだ。ああ、でもそれはそうやねんな。ライアンは持ってるからね。君の銃を渡す。彼女に必要かな、君の銃。うん、2つとも持っていくのは危ない気がすんねんな。だから保身的って言うたら、やっぱり俺は持っていくって意味やろ。じゃあ、お前のを渡せ。じゃあ君の銃を渡せばいいだろ。うん、俺の方が射撃が上手い。わかんないぞ、ほら、凄腕スナイパーかも。いや、ほんまに上手いな、ケイト。なんだよ、知らんやろ、お前は。銃を渡せって。まあ、両方持っていくのは危ないかもな。渡すわ。
まあそうだね。なあ、俺のがまだある。おとなしくしてたらこれを貸すよ。ちゃんと責任を取ってくれよな。取れるように頑張るとする。ヴィランは死なせたくないな。基本誰も死なせたくないけどさ。お邪魔だった。何？変な間。あ、持たしてくれんの？元気出せって。どうせ使えやしなかったんだ。頼りにしてるよ。ありがとうディラン、優しくてイケメンだな。うん、知ってる。今や、おい、ここ、もうあの長距離ジップライン使うしかないんちゃう。もう上、これはゆっくりの方がいい気がします。あー、嫌な音。急がば回れよ。いやいや、こんなこと聞いてくんのがおかしい。慎重にした方がいい。あー、来た。急いだ方が良かったか。あぶねえ。もうそこで手離すんや。ようわからんけど。はい、また曲流れてきた。絶対引っかかるこれ。ダメになったんか。うわぁ、じゃあスタンガン使った方がよかった。うわぁ、これスタンガン使っといた方がよかった、これ。うわぁ。スタンガン使っとけば、多分、スプレーがまだ使える状態。スタンガンは水でダメになるけど、スプレーは大丈夫やったやろうから。これ多分ミスったら。おや、お前さんかい、よく来たね。さて。じゃあ始めるかい。それはもう絶対にわからんから、初見じゃ。力か。力は普段は眠っている。自分の内なる力を知り解き放つんだ。自分でも気づいていなかったエネルギーを。内なる力は誰の身の内にも宿っている。それを使えば与えることも奪い取ることもできるだろうさ。うん。魔術師か。オランウータンとアブドゥルや。驚愕、絶句、神秘、衝撃、悠長、感覚を操る努力、それが魔術師の力さ。勝利、瞬きすら許されやしない。見逃すんじゃないよ、大事なもの。さてどうする、もっと見るかい。今回も決めるのはお前さんだよ。さあどうしたいか言っておくれ。これはまあ一つお選び、慎重にね。マジシャンズレッドでしょ。クロスファイヤーハリケーンスペシャル。いや、ちょっともうほんまに、ほんまにもう嫌。
また一旦別れた。ほんまに嫌だみたいな。よく考えるんだよ、誰を大事にするべきか、誰が自分の味方なのかをね。今のは何や、ジェイコブチェーンソーでイランの腕かなんか切ってなかった。